んこんにちは。セラフェのもと愛犬家住宅です。今回はラフコリーについてのご紹介をさせていただきます。コリーという名前は古いスコットランド語で黒い犬という意味であり、同じスコットランド原産のボーダーコリーにも当てはまります。細長いマズルに先が折れ曲がった耳、襟巻きのような胸元と尻尾、手足の豪華な飾り毛がラフコリーの特徴です。性格は明るく穏やかで従順、非常に賢く洞察力あり、自分で判断する力を持ちます。基本的にはおおらかで神経質ではありませんが、少々がさつな仕草が見られることもあるそうです。大型の牧羊犬ですので、毎日たくさんの運動が必要です。特に 1,2 歳頃までは朝晩1時間ずつの散歩でも物足りないかもしれないようです。以上でラフコリーのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から受けたまわります。お気軽にご相談ください。